フランコニューファンドランダー、または、フランコテルヌビアンは、ニューファンドランドラブラドール州に在住するフランス語話者、または、フランス系カナダ人を指す名称。フランコニューファンドランダーのコミュニティは、ニューファンドランド島、スティーブン・ビルキン港のポート王、ポート地域、トロワイコール海遊、カップ・サンジョルジュ、ラ・グランドテール、ランス・オカナール、メゾン・リベールといったコミュニティと、 最も顕著に結びついている。この地域はバイリンガール地区として州法で正式に指定されており、州内に一箇所しかないユニークなものである。しかしながらフランス語話者のコミュニティは特にセントジョンズやラブラドールシティ、ハッピー、バレーグースベイといった州内の都市でも見られる。州内のフランス語話者コミュニティとその文化は1949年に ニューファンドランドがカナダの州として連邦に加わる以前から人口の多くをフランス系が占めていたケベック州、アカディア、サンピエール島、ミクロン島、ブルターニュ、バスクからの移民とその影響のユニークな組み合わせに由来している。しかしながらコミュニティの独特な文化の一部の側面においては1949年以降にコミュニティがフランス系カナダ人文化及び 社会の主流と密接に合わさるにつれて、失われたり、脅かされたりしている。フランコニューファンドランダーの旗は、フランスの三色旗とアカディアの旗を基本とし、青、白、赤の不均衡なパネルで構成される。白と赤のパネルの間には黄色い穂が2つ描かれている。上の方には、頭皮の小枝が、下の方には、花が描かれている。これらの紋章は、 黒い輪郭で描かれている。穂は1504年にこの地方へやってきたバスク人、ブルトン人、そしてフランス人の船乗りを示している。同時に彼らは行動と進歩の象徴である。黄色はアカデアの旗に描かれる星から採用された。頭皮の小枝はラブラドール半島を表し、ラブラドールの旗にも描かれている。ニューファンドランドラブラドール州の州花は 昆虫を食べる食虫植物である。1904年まで続いたフランス海岸ポートをポート半島を走る4 6 5線道路16世紀以来、フランス人漁師たちはニューファンドランド島周辺で漁をしてきた。フランスは17世紀にプラセンティア湾とフォーチューン湾内の入り江に入植地を確立し、バスク人たちが島の西岸で漁業活動をしている間には北岸にも、 定住地を作っていたフランス人領主とイギリス人領主は互いにうまくやっていたが、両国ともニューファンドランド島に対する領有を主張して数多くの戦争で争った。ユトレヒト条約はフランス側が島の定住地を放棄し島がイギリスの総主権下にあることを認識させたが、フランス側にはオナビスタ岬からポワント岬までの区間の コートフランセズドテールイコールヌーブが与えられた。フランスは、フランス海岸において漁が許された。ニューファンドランド島にいた多くのフランス人たちは、当時ヌーベルフランス領内にあった、イルロワイアル植民地へ向けて去っていった。1763年には、普通江館で、パリ条約が締結され、ニューファンドランド島からサンピエール島、ミクロン島がフランスに割譲された。 イギリス人入植者たちがボナビスタ湾とノートルダム湾へ向けて移動し始めたとき、フランス海岸の位置はセントジョン岬からレイ岬の間に移された。フランスは1904年までフランス海岸沿いで漁を続けた。フランスはフランス海岸において高級的な定住地を作ることが許されていなかったが、フランス人の一部がこの地域に移住した。フランス人移民は フランス本国とサンピエール島、ミクロン島から来たが、少数のアカディア人もフランス海岸に移住した。フランス人の定住地が最も集中しているのは、セントジョージ湾であった。一部のミクマク族たちもフランス人と一緒に定住したが、彼らの多くは自らのルーツを隠し、フランス人と同化していった。19世紀になると、大勢のイギリス人移民とアイルランド人移民が、 島西岸に移住し、フランス人と共に生活した。多くのフランス系住民は、自らのフランスのルーツを隠し、しばしば英語の名を用いた。例えば、ブノワを、ベネット、オコワンを、オクイン、ルブランをホワイト、ルジューヌをヤングというように、歴史的にフランコニューファンドランダーは、独自のフランス語ニューファンドランド方言と関連があった。しかし、 州内で暮らす大半のフランス語話者はフランス語アカディア方言よりむしろ宴会集または教育現場におけるフランス語指導の第一言語であるケベックフランス語の影響を受けたため今やその方言は絶滅の危機に瀕しているしかしフランコニューファンドランダーの大多数は英語を第一言語とする州内では少数派となるため日常生活の一部 または大半において英語を話す。2006年度カナダ国勢調査において自らをフランス語だけ話すと認識したものは州内でたった650人で同時に3545人が少なくとも部分的にフランス系人であると自らを認識していた。ポートをポート選挙区選出で2007年から2015年まで衆議会議員を務めたトニー・コーネクトは 2007年に一期目の就任先生をフランス語で言った。彼はフランス語で先生した周発の衆議会議員となった。ルガ・ボトゥール紙は州内全土で公読される。フランス語の新聞でセント・ジョンズで発行される。フランコニューファンドランダーの主要な政治的、社会的組織はニューファンドランド・ラブラドール州フランコフォン連盟である。最も有名なフランコニューファンドランダーの一人は、 ランスを叶る生まれのフィドル奏者のエミール・ブノワである。ニューファンドランド出身のフォークロックバンド、グレート・ビッグ・シーは、ポートオーポート半島のフランス語コミュニティと関連する、フォークソング、トロはネイバイアーズで BL のカバーを1999年発表のアルバムに収録している。同じく、ニューファンドランド出身のフォークロックバンド、 フィニーダフもコミュニティと関連するフランス語のフォークソングを数曲レコーディングしている。フランコニューファンドランダーのフォークソング集、ソングズ・サング・バイ・フレンチニューファンドランダースが1978年にニューファンドランドメモリアル大学によって刊行された。ありがとうございます。